100日でエニアグラムを理解する。77日目、はじめ社長タイプ7。さすがはじめ社長持ってますよね。もう77日目のタイプ7です。それではここに位置します。もう登録者数がすごいことになってて、もう1000万人に届くかっていう勢いですね。でエニアグラムタイプ的にはもう誰が何と言おうとタイプ7だと私は思います。なぜならナルシストだから。でいい意味でナルシストで、嫌味のないナルシストだから、まあ人気があるんですよね。で最初の動画、チャンネルの最初の動画はこんな感じなんですよ。もうあのなんていうかな、この首からこう、この顎へのそのなんつうかな、この姿勢っていうか、このなんていうかな、可愛げがあるっていうか、本当ナルシストな感じでしょ。でヒカキンと比べるとすごい対照的で、ヒカキンさんとかもなんか、これ最初の動画なんですけど、緊張して青白くなってて、なんかなんていうかな、全然その楽しむ感じもないし、その もちろん自己陶酔感もないし、それに比べてもはじめ社長のこのなんかあのうりっとしたようなこの感じ、もうすごい対照的です。でタイプ7は新しいメディアが勃興するときにも活躍します。まあ、なぜならまあ好奇心が旺盛で、まあそういう新しいこと大好きで、そういうのにまあ躊躇なく飛び込めるからですね。でテレビは徹子さんで、バラエティ、お笑いバラエティ、まあがさんまさん、 YouTube の時代がはじめ社長です。まとめです。タイプ7のはじめ社長、 YouTube 時代のタイプ7のスターです。